RD-0124 は液体酸素とケロシンを推進剤として使用する2段燃焼サイクルのロケットエンジンで RD-0124 枠部下化設計局が開発した RD-0124 はソユーズ -2.1B に採用されているほか改良型が開発中のアンガラロケットシリーズに搭載される予定である RD-0124 は 副燃焼室で燃料を燃焼させて発生したガスによって駆動される多段式ターボポンプを使用する燃料のケロシンはエンジンの再生冷却に使用される姿勢制御はエンジンの2方向のジンバルで行う推進剤のタンクはヘリウムで加圧されており1台のターボポンプから4機の燃焼室へ推進剤を供給する RD-0124 は 酸化剤リッチな燃焼条件において高い燃焼質圧力で運転されるため、ケロシン、液体酸素系のロケットエンジンの中では最も、脾水力が高い。RD-0124 を使用したロケットは、2006年12月27日に、初めて打ち上げられた。オービタルサイエンシズは、アンタレスロケットの第2弾を高出力化するため、キャスター30バイトに変えて、 RD-0124 を採用することを検討した。RD-0124 はソユーズ2.1ビット V とアンガラという異なる2種類のロケットに展開するため、それぞれに合わせた派生型が存在する。ソユーズ -2.1B 及びソユーズ -2.1V ブロック I に採用されている。旧ソ連が崩壊し、ロシアになって、 最初に開発された液体ロケットエンジンである。アンガラロケット第2弾のアーム -2 に使用される。重量が RD-0124 よりも 24kg、軽い 548kg となり、燃焼時間は424秒に伸ばされている。2008年から2013にかけてソユーズ -2.3 用に開発された。 RD-0124 に対して、副燃焼室と、主燃焼室を再設計することで燃焼室圧力を9.5パに抑えて、水力を 176.6kN に下げ、被水力を347秒としたものである。RD-0124A のノズルを一つにした、モデル。アンガラのアーム -2 の発展型での採用が、考えられており、 エンジンを2機とすることで打ち上げコスト削減を図るものである。アンガラ A5 用アーム -2 でのみ採用されると考えられる。ありがとうございます。